ツアー第2弾ということで、今回はですね、贅沢ラーメン三昧ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2日目のご褒美、贅沢ラーメン三昧ということでね、やってまいりましたが、いろいろすすらせてもらいました、本当に。ということで今ね、はい、すすったを実家に戻すべく、そのレンタカー屋さんに戻ってまいりましたが、いやー、切ないですね、ちょっと。ラーメン屋がたくさんの国、日本素晴らしい、誇らしい、たくましい、イエーイ。まあ思い出がたくさんですね。そうですね、うん、それこそ1日目の1万円ラーメンチャレンジからね、はい、ずっとお世話になったスッとですから、いやー感慨深いものありますよね、うん、スッとになれるかどうか成長させていこう、このシエンタを1万円食べれよ、まずは家系でね。あなたの出会い、あの頃おいしい、スッとになってスッた数々のラーメンたち、はい、いかがでしたか。いやもうその全てがね、やっぱ絶対何も考えてない。いやヴィンテージブランパールにしたら社員になっちゃう。セセンタ車でラーメンツアー、ラーメン屋がたくさんの国、本当にありがとうございます。日本素晴らしい、というわけで1万円突破。まあなんですかね、本当に僕らがやっぱそのスッタと一緒にね、うん、走ってきたこう道のりこそがね、今後の人生の糧になるんじゃないかと。結構トップレベルで怒涛の旅だったな。もう本当にそうだね。2日でどんだけ吸ってんだよっていうね。確かに2日でどんだけ車走らせてんだよっていうね。めちゃくちゃ走ったよね。走行距離で言ったらマジで人生何番ぐらいだと思うよ。そんぐらいの勢いじゃないの。確かにずっと車にいるかラーメン吸ってるかで終わってんだもん。そうだね、本当にずっとそうだよ、ひたすら。すごいね、そう考えると。めちゃくちゃすごかったよ、本当に。すごい、めちゃくちゃいい経験になりました、本当に。はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございました、本当に。贅沢なラーメンに癒されてね。うん、まあ、癒されたというかね、知った激励を。はいそうですねまあまあやっぱりああいう贅沢なラーメンがあるからこそね、こう日頃のラーメンもまた引き立ってくるみたいなところもあるんで。なるほど。はい、いや本当に非常に貴重な体験をさせていただきました、はい、本当ありがとうございました。ありがとうございました。また第3弾があれば。おお、もういつでも待ってますよ、ね、さらに過酷な。そう、過酷って言っちゃったまあね、まあまあラーメン屋がたくさんの国、日本素晴らしい、誇らしい、たくましい。いやでも本当にやっぱたまにはね、まあ、ぜひ皆さんもね、うん、やってみてください。確かにぜひ回ってみてね、こういう経験があると面白いと思うんで。そうですね、うん、いいね。はい、行っちゃってください、さん。それでは次の車でラーメンツアー、レッツゴー。